かで、この間だからそんな感じでされてた。なるほど。演説ってどうやってやるんですか。どうやってやるんですか。だって3人ともここは僕が言いましょう。演説といえば、演説といえば、だって3人ともね、まあ、もちろん喋ってますから ね、だってマイク持ってみんなの前で喋る立場じゃないですか。今は付き合ってたんですけど、うん、それってどんな感じなんですか。僕その喋ったこともないんで、まあ、YouTube の前では喋ったりはしますけど、うん、みんなの前でいきなりね、はいどうぞって言われてマイク持つわけじゃないですか、うん、どうなんですか。まあ、でも慣れですよね。なんかもう離れが一番大きいですけど、やっぱり最初はみんな同じような感じだと思いますね。やっぱり言葉が出ないし、話し方も定まらないから、なんかこう何を言ってるのかよくわからないというか、だから最初のうちは結構感情に任せて喋った方が結構言葉がすんなり出てくるっていう印象で、まあ、慣れてくると組み立てながら喋れるようにはなってくるかな。喋りながら考えるってこと。そうですね。ざっくりなんか3つぐらいなんか言いたいこと決めといて、で、まあ、それをまあ順を追ってまあ喋っていくんですけど、でなんか、まあ、大体その起承転結ですよね。なんかこの話の始まり、それから、ね、終わりを締め方を考えて。あ、そう。杉原さんの話ってすごいあの降りてきてくれるんですよ、話が。高みで話してるんじゃなくて、はいはいはい、みんなの足元っていうか、ちょうど手の届くようなところに来てくれて話してくれてるような感じ。僕も思ってました。いや、ほんまそうなんです。僕もそれ思ってました、うん、だからみんなが共感できるんですね。ありがとうございます、うん、今日はえらい褒められますね。いや、この人すごいな。YouTube でね、動画撮るじゃないですか、はい、演説されるとことか、はい、どこ行っても共感の嵐だから、うん、すごい人やなと思って。どんな風に話考えてるのかなと思って。あ、でもあれですね、まあ、意識するのはあの聴衆がどんな人かっていうのはちょっと気にします。顔とか見ながらめっちゃ気にします。はい、こうちゃんと会釈とか、そうですね、挨拶、合図、はい、分かって伝わってんねんなっていうのを。そうですね、まあそう、やっぱり若い人が多そうやったらちょっとこう投票率の話してみたりとか、おお、すごい、やっぱりおじいちゃんおばあちゃんやったらその今の生活が苦しい年金とか消費税の話してみたりとかっていうのはちょっと考えますね。すごいですね、玉、うん、がいっぱいあるんですか。玉は集めてます。毎日毎日集めてます。今でもやってるんですか。今でも、はい、駅頭活動するときは喋ってます。はあ、みんな喋ってます。私よりもう何倍も喋ってますよ。いやいやいや、ずっと90分とか喋ってる。90分マイク話したくない。すごいですね。僕なんかだから弾集めてると思ってたらないんですよ。こぼしてる、こぼしてる。あれだと喋る時だったらないんですよ。あれと思って弾どこ行ったらいいな言うて、うつもあらへんやんけ。そうですね、サンセットの説明始めた。何回も聞いた。176万票で。はい、あ、そうか、玉がいるんですね。いろいろ、はい、ね、うん、これでもあれでもかっていうのを出していって、うん、相手のこの会釈っていうか、そうですね、ね、はい、反応を見ながらね、顔をね見ながらね、はい、表情とか、わすご、わあ、月谷さんどうするの？だいぶ慣れてきたんですかね。いや、ほんまにね、人前めっちゃ嫌いなんですよ。カメラめっちゃ嫌いで、ほんまに？はい、ほんまに嫌いなんですよ。もうずっといろんなところでずっと言ってるんですけど、今もカメラ回ってます。あの、これはいい、あ、これはいい、これは全然あの撮られてる感じがせえへんからっていいけど、なんかほんまにそう、演説がやっぱ一番ネック、未だにネックで、だからまあやっぱこう原稿を作って一応、まあ、5分とかだったら、まあ、考えていくんですけど、まあ覚えるじゃないですか、覚えて、あ、やっぱり原稿考えるの。一応ね、考えてはいるんですよ、うん、何喋ろうかなって言って。だって5分とかね。そうなんですよ、5分あっという間ですもん。あ、何分、なんか喋ることだ、削りまくっての5分なんで、なんよう聞いたようわからないんですよ、何言ってるんか。なんかその起承転結なってないし全然とかなんですけど、とりあえずまあ5分作って、まあ覚えて、まあ行くんですけど、やっぱりそのめっちゃ緊張するんで、でそうするとまあ半分は飛ぶんですよね。
で途中からもう全然違うこと言ってるんですよ。だからその、うん、それは自分で言ってるのは分かってるんですか。言ってるのは半分分かってるけど、うん、もう半分分かってないんだけど、うん、なんか出てくる言葉で勝負するしかない。出てくる言葉でも自分が今喋れるその知識でなんとか勝負してこう間を持たすしかないって言ったらあれですけど、うん、まあ、そんな感じなんですよね、まだ全然、うん、で駅だったらまだ全然ねこう普通に喋れるんですけど、ああやっぱ人が集まってとかなるとちょっと、うん、あのやっぱ構えちゃうし、うん、であの感情が入るとしたら泣いちゃうんですよね。泣いちゃう。泣いちゃう。あの結構だから。だから入れてないから。そう入れてない。感情がガーンって入ると結構あのだから何回か駅でも、うんうんうん、全然気づいてなかったけど。いや気づいてます。気づきました。はい、そうあの涙声になったりする時とか、こっちはないけどこっちは。どういう時にこうど何を言う時に感情高まるんですか。何を言うとき、子供のこととか教育のこと、何なんですか。なんか、何の時に泣いてたの、泣こうとしてなかったっけ。あ、でも今の日本が今もそう、日本にやっぱこう憂いてる時の話してる時にガンって入ると、うん、やっぱ自分が今それを何とかしたいと思ってるから余計に そのなんかこうちょっと入りすぎて、いやここで泣いたらやばいなっていう、そのなんかこうブレーキが、そうとかで結構だからやっぱその入りすぎると泣いて喋られへんくなるなっていうのもあって、ちょっとなんかこうで止めすぎると今度機械ぐちゃになってこう全然響けへんなみたいなのかの、こうどっちかと間がちょっと今そうですね。だからスイッチが変わった瞬間分かりますよ、彼女の演説は。そうなんや。なんかもうあのすごくもう言葉のパワーが変わるんですよ。感情モードになった時にもうなんか強くなるんですよ、言葉が。それまでは考えながら言ってるんで、うん、ちょっとこう心で言うか、そう頭で言うか、ね、そうそう頭で言ってる時は結構置いてきちゃう感じなんですけど、もう心で言い始めたらもうで伝わるんですよ、やっぱり心で。おお、聞いてる方は伝わります。おお、刺さるって。でも何言ってたか覚えてないんですよ、私もその時は全然覚えてなくて、覚えてなくて、だからその、あ、何言ってたんやろなと思いながら分かんないんですけど、なんか今なんかそういう感じ、こうなんか、まあ、爆発踏んでる途中ですかね。うん、それをものにできたら、まあ、武器になるんかなと思いますけど、まあ、それはね、ものにできた時に僕らみたいになれるっていう僕らのレベルまでね話出てたっけ今。出てた、ね、あ、出てた、俺の話してた、ね、してたかな。あの参政党で演説する時にこれは伝えたい、一番これを伝えたいんやっていう、これやっていうの、賛成党とはっていうと、なんすか、それぞれ誰からいきましょう。とはのぼりさんから伝えたいこと、これだけは伝えたいっていう、なんか、うん、あるとすれば、まあ、なのでね、僕らが賛成党入る、まあ、賛成党ができる前、うん、もう本当に日々この今の現状、こう日本を憂いてるこの状況の中で投票したい政党がないっていう中で、うん、まあ、今賛成党があるっていうのを知ってほしいですよね、うん、この現状、日本の現状を知ってほしいの でそこで賛成党が生まれて、うん、まだ若い世代もねかなり多いので、賛成党若い世代が頑張ってるっていうのも知ってほしいですし、うん、そういったことを伝えたいですね、僕は。なんか、うん、本当になんか難しいことじゃなくて、うん、僕らまだ33歳、今は33歳で、うん、同い年なんですよ、はい、政治の世界ではねだいぶ若いのブルーに入ると思うんで、うん、その若い世代が頑張ってるっていうのを、うん、本当知ってほしいですね、うん、なるほど、ありがとうございます。ではここ行きましょうか。ね、まあ賛成党とはというか、まあおそらくその僕が今まで投票したいところがなかったっていうことにつながるんですけど、うん、結局その政治の本質をちゃんとこう言ってくれる人がいなかったっていうのが、うん、まあ、一番大きい賛成党の強みというか、まあその他の党との違いですよね、うん、特にやっぱりその、まあ、なんで日本がここまでその景気も悪くて、うん、まあ、子供も生まれてこない、うん、ね、まあ、ただでさえ少ない子供たちが、うん、そのね、あの死亡の原因が自殺が1位とかね、うん、不登校がやたら多いとか、うん、まあ、そういったことの本質的なところ、うん、なぜそうなってしまったのか、うん、それを解決するにはここを変えないといけないっていうことをやっぱりこう声を大きくして言え
言ってるんですよね。他の政党って目先のお金の、ね、財源がどうとか、ね、あのなんかお金配りますとか無償化しますとかお金の話ばっかり、お金の話ばっかりしてるんですよ。あんまりそのなんですかね、こうなんで僕らが今こう心が暗くなっていっちゃうのか、ね、っていうところをなんかこう見てくれてないですけど、参政党は結構そこをこうなんかこう心になんかこう火を、ね、灯すというか、なんか照らしてくれてる感じがあって、ですよ、ね、そうなんですよ。すごく本質的な議論が、お金の話しないですよ、そんなに。お金が、まあ、お金じゃないんですよね。もちろんね、お金は必要なんですけど、もちろんね、税金とかはね、かかる部分もあるんですけど、でもなんかこう、うん、今の僕らが抱えてることを本質的に言ってるのは唯一参政党かなって思ってます。だから参政党とはって言えばそういうことですよね。うん、私そのね、なんか伝えたいっていうのって難しいなって思ってて、その今すごいだからいろいろありますけど、言葉じゃないなと思って言葉じゃない行動だなと思ってて、その言葉って言ったらこう見せかけること何でも何ぼでもできるじゃないですか。だから口では何ぼでもうまく言えるんですよ、こういう風にしましたと綺麗なことも言えるし、なんですけど、やっぱなんか結局最後ってどうやって私たちが動いているところをいかに見てもらうかというか、そっちをやっぱり見せていく行かないといけない。やっぱ背中を見ろじゃないけど、見せるじゃないけど、やっぱそれってその今の日本人にとって足りてないというか、そのなんかみんな言葉に踊らされてるじゃないですか、もうこの今の世の中って。でそれって絶対本質見えないし、でやっぱりその今の日本人ってその本質見極められるだけの能力もないから、じゃあどこ見たらいいかってなった時に、やっぱり人がどう動いてるかだと思うんで、私はそのまあ、言葉でももちろん伝えていきますけど、でもやっぱいかに私たちがこうどうやって動いていくかっていうその行動を見せることが一番やっぱり国民の目を覚ますことになるんかなっていう。素晴らしい。素晴らしい。さすが。さすが国政大学院。言うことがちょっとちゃいますね。めっちゃ感動した今。だからロックは六支部は毎日毎日ね、激闘してっていう。そうですね。全体のね、スケースさんのその思いがそこに、こう、具現化してるんですよね。だから全然その私も口あんまりうまくないし、まあ、きついし、まあまあ、いろいろ、まあ、あんまりその、まあ、うまくはない方なんで、だからまあでもそれってなんでかって言ったら、やっぱりこうちゃんと自分がこう目標があって、じゃあ選挙と選挙ちゃんと当選させようとか、そういう目標があって、そこに向かって動いてるのであって、なんかそのほんまになんかその口だけだったらなんぼでもね、本当にいいことって言えるんですけど、口だけいいこと言ってても結局結果がついてこなければ意味がないし、その目標を達成できなければ意味がないので、もうそこに向かって、か黙っといてもそこに向かってやればいいって私は思ってるんですよ、その正直極論を言うと。かっこいいですね。なので、はい、行動かなっていうところですかね。ね、はい、その通りですね。なんかめっちゃ納得したんだけど、背中を見せるんですね。背中を見せる。そう、なんかその3人の話聞いて僕思ったことちょっと言っていいですか、ね、はい、お願いします。あの参政党っていうか日本のなんていうか立場っていうか、あの例えばこの大東亜戦争の前ね、うん、日本だけが独立国やったわけじゃないですか、うん、唯一でギリギリのところで、うん、日本はまあ戦争に巻き込まれたけど、アジアを解放しようって、ね、みんなと一緒じゃないかっていうところで頑張ったわけじゃないですか。その立場と今の参政党ってなんか似てるんじゃないかな。でも今日本はギリギリのところ、でもそれって分かってる人ってごく一部なんですよ。みんなはなんとなく不安でこの先大丈夫なんかなって思ってるけど、なんかなんていうか不安なところ生きてる。でも参政党に入ってる人って、もうこれ以上、ね、やばいやん日本、みんなこうほんまにこう実感してる。だからこうやってね、あのみんなの時間を使って激闘したりとか伝えたいとか、そういうところに立ってるわけじゃないですか。その中で参政党が唯一やっぱり日本って今本当にやばいんですよって
このまま行ったら日本は本当になくなるかもしれない、うん、っていうところをみんなに気づいてもらいたいっていう思いが、うん、やっぱこう3人の中の話を聞いて、うん、めっちゃ気づいたの。やっぱり賛成と入ってる人の気持ちって、うん、やっぱりそういうのがモチベーションで、うん、こんだけ毎日頑張れるんやなっていうね、うん、なんかすごいやっぱ実感したよ。だってみんな別にね、お金もらってるわけでもないし、自発的に自分の時間とお金を使ってるじゃないですか、うん、実際問題、うん、やっぱそれって相当な気持ちがないとできないですよね、うん、にわかファンではできないんで、うんね、本当に。ちょっと最後言わせてもらっていいですか、はい、勝手に最後とか言ってます。まあ、僕子供3人いるんですけど、まあ、僕はねこれ、まあ、1年半ぐらいこういう活動をまあしてて、うん、やっぱり子供らってなんかお父ちゃん何してんやろみたいな感じで見てるんですけど、うん、でももう最近になったら、いやなんか賛成とすごいいいことやってるやんみたいな感じで、やっぱもう理解してるんですよね。何歳ですか？上が11歳、うん、で下が6歳と3歳なんですけど、男です、全員男なんですけど、うん、まあ、2番目ぐらいまではもうなんか頑張ってんやなっていう風に、うん、いやまあ思ってくれてるのと、うん、やっぱり月谷さんなんかでも駅頭活動してたら、あの高校生かな中学生かな、うん、ぐらいの子に、まあ、ちょっとこう絡まれるんですけど、うん、それでもやっぱりあの臆せずね、その、うん、そのいろんなこと伝えて、そしたら子供たちもね、学生さんたちもそうですそうです、うん、面白かしく来るんですけど、うん、でもやっぱりちゃんと話をしたら、え、日本やばいやみたいな感じで反応してくれたりとか、やっぱり知らないだけだし、うん、教えてもらえてないだけなんで、うん、やっぱり教える人が必要だなって、うん、で見せる人が必要、うん、やっぱり誰かがやっぱりやってるのをやっぱ子供たちが見てる、うん、だから賛成党って絶対これやってたら子供たちが絶対ついてくると思うんですよね、うん、あ、 そっか。だからそこを僕らは意識して今行動しないと、やってる僕らが右往左往してると、うん、子供たちも信じてついてこれなくなっちゃうというか、うん、そこは意識してほしいなって。子供がいるいないに関わらず、うん、やっぱり子供に希望を見せるって言ったらちょっと大げさかもしれないですけど、そこはちょっと意識して活動してます ね、 そうね。だから今はね、賛成党内ゴタゴタがよく言って、はい、って言うけど、うん、僕らは関係ないですもんね、うん、そうですね、逆にもっと頑張らなみたいなね、うん、はい、うん、それはそれこれはこれなんで、うん、私たちの活動とはそこはまあ切り離してというか、うんうんうん、一緒にしちゃうと、うん、だってそもそも正解がわからないものなので、うん、そのゴタゴタってね、急に始まったものやから、うん、元がわからないのにそれを正解探したところ誰も正解知らんやんっていう、まあ、労力の無駄というか、そうですね、それは僕ら自身がもう賛成党じゃない、うん、そうですそうです、おっしゃる通りね、自分がやるしかないっていう、うん、もう最前線、うん、なんか外国に日本人が行ったら、ね、うん、日本代表みたいな気分になるような気持ちで、うん、こう地元に自分たちがいてることで、うん、自分たちが頑張らなあかんっていう、もうそれは、ね、うん、全く変わらずですもんね、うん、みんな。そうですね、神谷さんがどうとか、ね、残りの4レンジャーがどうとか、本当どうでもね、いいって言ったらあれですけど、賛成党っていうプラットフォームがちゃんと正しい方向に行ってれば、うん、あとはもう僕らやることをやるだけですから、うん、そうですね、役割で、うん、いや本当ね、うん、今回いろいろあったけど、さらになんかこう、ね、その渋々ことで団結っていうか、うん、なってるなっていう、本当にそんな、うん、ね、まあまあね、もう最後締めちゃいましたけどすいません、最後言うた勝手に段取りくるのがいやー今日はね本当に来てよかったです。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。また今後とも、はい、いろいろと、はい、あのインタビューさせてもらいますんでよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。皆さん頑張ってください。ありがとうございます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 。あとあの渋動画だけください